働かざる者食うべからず。え？飯が食いたければ働け。働く？まずは野菜の収穫だ。え？収穫ったってどこに野菜が？お前たちの目は節穴か？テレビばかり見ておるから目の前のものが見えんのだ。節穴？あ、あ、どないした？また奴らか？奴ら？なんかちっちゃいお化けみたいな人影が。お化け？ あそこに。何もおらんで。でも、さっきここに。あ。ああ。なんや、キュウリやない。ああ、うそ。ここが畑？どうだ、にぎやかだろう。え？キュウリに、カボチャ、ナスに、キャベツ、トウモロコシ、枝豆に、トマトもあるぞ。いやあ、おいしそう。こら、それはアスパラだ。え？あ、これがアスパラガス？ほんまや。しかし、ひってえな。まるきし草ぼうぼうや。なんで草刈りサボるんですか？なんで草を刈る必要があるんだね。え？だって、学校の課題やって草刈りしろって。うん。草刈りしないと花や野菜が雑草に負けるか。しかし、うちの野菜が草に負けているかね？ちゃんと育っていないかね？あ、そういえば。ちゃんと現実が、目の前の現実が見えているのかね？お嬢さん。現実？ああ、なんや、虫だらけやないか。虫に食われてますけど。ああ、よく食べておるな。え？やべえぜ、このじじい。おかしいんちゃうか？うん。この虫のやつ。くる、くる。なぜ殺す？え？いや、だって虫が。なぜ殺す？なぜ殺す？なぜ殺す？けど、虫が野菜を食っちまったら。虫だって腹がすこう。でも、それじゃ人間が。どうして虫が野菜を食べるのか。その誠の答えがわかるまでは、飯はお預けだな。たわけ、そんな腰つきでは娘を喜ばせられんぞ。このエロジジイが。ねえ、ほんまに食べれんの？この草。野菜だって元をたどれば雑草だ。いただきます。的を射るのではなく、己と的を一つに。
後に田んぼは虫も草も殺さず肥料もやらず耕しもしない生き物任せの田んぼじゃ。耕しもしない？風は流れ虫は踊り時は巡る小さき者たちが自ら大地を耕し命も巡る捕まえておかないとあの娘どこまで行ってしまうかわからんぞ。はい。ジュナ、どうまたやっちまったか。え、またなんで、なんで殺すん。虫も草もお前一緒にお米や野菜を育ててんのに。忘れたんだ、目先の効率と上辺の綺麗さに目がくらんで虫も草も大地も未来の自分であることを忘れたんだ。なんでみんな忘れてまうん。忙しすぎるからかもしれんな。仕事や受験や勉強と時計の時間に追い回されるうちに本当の今を忘れちまったんだ。虫も草も大地もそして人間も一つになれる本当の今を。